はい、どうも、こんにちは。今回、こん、あれ なんだっけ、今回またね、殺人探偵ジャック・ザ・リッパー続きからやっていこうかなと思います。前回は、連続殺人犯が、まあ、ハリーっていうことで確定して、でもそれにいち早く気づいていたエドガーがハリーと対面したんだけど、まあ、なんだかんだでエドガーがやられてしまって、で、ハリーは逃げると。で、その後、エドガーが残した手紙を見て、シャーロットが、まあ、なんか気づいたとこ。じゃあやっていこうか。グリーンメイソンの捜査？あ。いい冗談だ、シャーロッとかト。もうみんなもうね、疑心暗鬼だから。いい具合に場を和ませてくれたな。気を使わせちまって。集まった警官たちはシャーロットの言葉を聞くなり苦笑いして苦笑した。ちょっと待ってください。冗談ではありません。真剣に聞いてほしいんです。グリーンメイソンという組織の尻尾をつかむため、エドガー警部はずっと捜査を進めていたんです。ここで資料バッて出せば信用してくれるよ。サルーフ復員教団、アドラメリク議員、ジェームズ・ラスボーンの関与した乱闘事件、どれもグリーン・メイスンが関与している可能性があります。シャーロットから発せられた聞き覚えのある事柄に薄く笑っていた警官たちは頬を引き締めた。 引き締めんの早えな。まだ信じるなよ。それだけではありません。私たちは今までずっとグリーン・メイスンに関係があると目される麻薬の密売組織、犯罪者集団への立ち入り捜査と摘発を行ってきました。そうっすね。しかし捜査はいきなり中止命令を受けました。そこから先の顛末は皆さんの知っての通りです。はい。警官たちは罰が悪そうな顔をする。エドガーは対立し怒鳴り合ったハリーは死刑を去った。これを見てください。グリーンメイスンに関与する組織の関係者が入った別の犯罪組織の人物たちです。これと昨今発生している連続殺人事件の被害者等を照らし合わせると、お、刃物を用いた連続殺人事件、その全ての被害者の名前が紙面に掲載されていた。それを見た警官たちはどよめきの声を上げる。おいおいおつまり最近の殺人事件の被害者はグリーン・メイスンの関係者だった可能性が高いと？いおい。高いではありません。ほぼ確実と言っていいでしょう。一人や二人ならともかく全員です。全員だったらもうそれ確定でしょ。だが、その書類はどこで見つけたんだ？情報の出どころは確かなのか？それはエドガー警部からの情報です。警部はまだ公表はしていませんでしたが。エドワーからの直接の指示はない。しかし、わざわざ置き手紙をしてまで指示を残したのは、単に情報の確認をしろという意味ではないはず。グリーンメイスの関係者が次々と手にかけられている。この事実を知った上でどう動くのか。すぐに行動を起こすべきです。手分けをして判明している方たちに警告しましょう。可能なら全員を保護した方がいいかもしええれよません。さ、それしたらもうグリーンメイスの保護することになっちゃわない？ 厄介だけどさ、まあ、殺人事件は防止できるけどさ、グリーンメイスっていうね、反社会組織の保護になるわけだからさ、それどうなの？それ良くなくない？良くなくないよな。シャーロットは命を救うことを選択した。たとえ犯罪組織の一員であることある可能性があろうとも、救える命を見捨てることは彼女にはできなかったからだ。ちょっと待て。勝手に動いていいのか？本当だよな。たかが警官が。どういう意味です？エドガー警部からの情報だということはわかる。だが、指示が下ったわけじゃないだろう。そうだろ。だとしたら、勝手に動くわけにはいかない。確かに。シャーロットの出鼻をくじいたのは、そんな同僚の意見であった。殺人犯に命を狙われているのに、放っておけるわけないじゃないですか。いや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 、そう言ってもさ、お前が信頼されてねえんだよ。シャーロットが幹部みたいに慕われてるんだったら、もうこれ警官も多分動いてたけど、お前が慕われてないから。グリーンメイスンに関する捜査には中止命令が出てるんだろ。この情報をもとに動くのは命令違反に当たらないか。そうだね。本部から来るよな。その一言を皮切りに指示なしでは動けない。警官として命令を無視することはできないという声があちこちで上がる。その同僚たちの態度はシャーロットにとって信じがたいものだった。命令がなければ市民を守れないのですか？それが警察官の言うことですか？
見損ないましたよ。違う、これ分かるから、お前が信頼されてないんだって絶対そうだって。お前シャーロットが実績残してもうみんなを引っ張っていくような存在だったら、絶対に警官たちの反応違ったから。こんなことになると思ったから。お前がポンコツでね、お前がポンコツで何も実績残してないからみんな信じてないんだよ。シャーロットは訴えかけるように叫んだが、警官たちは誰一人として答えようとはしない。そうだ、エドガー警部は俺たちには話さないことが多すぎる。用心も結構だが、裏を返せば秘密主義だ。信用の問題だぞ、これは。それどころかエドガーを非難するような声も上がる。今までのロンドン死刑では考えられないことだった。疑心暗鬼の目は死刑の中で 着実に育っていた。結果として黙っていたことは事実かもしれません、ですが信用に足る人物でないと自分を責めこそすれ、他人に責任を押し付けるなんておかしいです早くエドガーが倒れてるとこ見つけてください。君たちはもうこの間もエドガーは血流してんだぞ。お前、ロンドン試験の広い部屋にこだまするのはシャーロットの声だけだった。人としての正しい行いは相手によって変わるようなものじゃないはずです。いやでもこういうさ、実績残してないやつがひたすら叫ぶのは多分ね、あれだよ。あ、出た出た、はい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 、出た、はい、真面目ってなるよ多分。自分の都合で正義を出したり引っ込めたりはしない、ロンドン死刑の警官としてそんなことはできません。こいつのね、ちょっとなんていうの、説得じゃなくてなんていうんだっけ、ああいうのって演説聞いたところで多分こいつら変わんないよ。命令があろうがなかろうが、人を助けるために行動するのが私たちロンドン死刑の警察官ではないのですか。じゃあ命令がさないのにさ、こう動いたらさ、結局上からまた言われんじゃん、おいっつって。それは現実なんだよ。私間違ったことを言ってますか。あ、だったら答えてくださいよ。お前権利ねえんだよそんなのよ。おい言って、おい、なんだあいつまさかの俺警官側っていう、まさかの俺警官側。俺別にシャーロット好きでもないからさ、まさかの警官側っていう。表立ってシャーロットに反論する者はいなかったが、同僚たちはなおも押し黙ったままだった。どうして、みんなを動かすことができない。お前の力がないからだよ、反省しろ。シャーロットは歯を食い縛り、拳をきつく握りしめた。彼女の言葉は死刑のみんなには響いていない。当たり前だろ湧いた怒りは自らの不甲斐なさへ向けたものだった。もう俺警官側の立場だから、私は警部を手伝います。たとえグリーンメイスンのメンバーだとしても彼らを殺人鬼から守ります。遅いんだよな。結局シャーロットの言葉が同僚たちを動かすことはなかった。苛立ったシゲに身支度をするシャーロットから顔を背けて、警官たちはそれぞれに自分たちの仕事へと戻っていった冷た、それは冷てえわ。普通に仕事に戻るって。あ、このぐらい路地の中央にエドガーがうつ伏せに倒れている。身動き一つしない。降り注ぐ雨にも打たれるがままだ。全身の血の気が引き、体が震えるほど冷え切っているのに、なおも熱が奪われていく感覚にエドガーを襲われていた。熱と一緒に彼という存在そのものが消えていくと感じるほどに。誰か来るんだろうな。エドガーはこの感覚を知っていた。自身のものではなく、他人の体から命という灯火が消えてしまった冷たさに彼はかつて触れたことがあった。母ちゃん。その相手は彼にとって最も身近で最も大切な人間のうちの一人だった。ここで誰かが回想を伏すんのかな。来たね。どうして奴を逮捕なんかしたんだよ。なんで母さんの敵を撃たなかったんだ。そうだよ。父さんはあいつが憎くないのかよ。まあでもエドガーの考え方もわかるよ。朝、頭を冷やせ。大切な人を殺されたからといって、それはお前が復讐をしていい理由にはならない。すごいなんていうの、現実主義だよねエドガーは。殺されたのは母さんじゃないか。誰であっても同じだ。たとえ愛する人であっても、まあ、アーサーは子供だったからさ、あんま気づかなかったかもしんないけど、エドガーが一番辛いんだよこういう時って。そんなの母さんが浮かばれない、自分の愛した人が自分よりも法を重んじるなんて、父さんには心ってものがないんだ。こう母さんいたらあれなんだろうな。アーサー、あんたは父さんのこと分かってないわよっつって、もう母さん分かってくれてん、多分エドガーのことを。
これエドガー泣くんじゃないの、この後エドガーが涙流すんじゃないの。走り去るアーサーをエドガーは引き止めなかった。確かにもう心はないのかもしれない。ほらほらほら、君を失ってしまった。泣くぞエドガー。これは夫として正しいことだろうか。エドガー、本当は何一つ納得しちゃいない。君に起きたことも奴を逮捕したことも、うん、それでも法を守り警察官として生きる。お、君が好きだと言ってくれた仕事だから。ここの言葉いいね。貫く最後の一呼吸まで。この君が好きだと言ってくれた仕事だからって泣きそうなんだけど、めちゃくちゃいいこと言うじゃん。君が好きだと言ってくれた仕事だから警察官として生きるって、やめてくれよ。まだだ、俺はまだ。江戸が誰か来る。多分アーサーかシャーロットが来るよ。エドガーは重いまぶたを開け、顔を上げた。足りない熱を補うように深く息を吸い込み、全身に行き渡らせる。はっ、立ったエドガーが立った。冷え切った体を振り立たせ、エドガーは立ち上がった。体は重く、手足の感覚は鈍い。こうか不幸か、傷の痛みはほとんどなかった。いい兆候ではないな、うん、もうハリーを止めるところではない。なんとか死刑に戻らなくては。まあ、死刑にっていうか、まあ、どっか大きな道に。雨により足元は泥の海のようにぬかるんでいた。水たまりは境を失い、つながり合って流れを作っている。重い体を引きずるようにして江戸川は歩き出した。誰かに会えばね。はっ、絶対会うじゃん絶対会うじゃん。リオピットマンの行きつけのパブを見つけることはシャーロットにとってそう難しいことではなかった。住所と職場が判明しているならなおさらだ。あー、これあれじゃない、リオピットマンの死体があるんじゃないの、酒場に。降りしきる雨も水はけの悪い道もさほど苦にならない。雨の日も風の強い日も彼女は休むことなく市中のケーラを続けてきたのだ。しかしロンドン市街の夜の闇は深い。大粒の雨の下では街灯の明かりは心もとなかった。はっ、そっちに会うの、先にそっちに会うのリオピットマンの殺害現場かと思ったわ。そんな暗がりの中でもエドガーを発見できたのはシャーロットの注意力の賜物だろう。彼女が探していた上司の姿は大通りから続く細い路地の角にあった。シャーロットが駆け寄るとエドガーも気づいたようだ。ゆっくりと顔を上げる。アーサー、お前なのか。あれ、全然見えてないじゃん。ケーブ、私です、シャーロットです。エドが全然見えてない。すまない、シャーロットか。なんでアーサーと思ったんだろう今。なぜアーサーと間違われたのかシャーロットには分からなかったが、今は尋ねるべきことがあった。お聞きしたいことが。違う違う違う、ケーブの書類を見ました。見てやって、シャーロット、お前中アブラメリク議員の何が注意力の賜物だよお前何がこのねえ注意力の賜物だろうって。お前注意力なさすぎるだろお前。体に目を向けろお前。明らかにエドガー警部元気ないだろう。見たか、それより頼まれて変な労力かけさせるなよお前。ねぎいたわ、あれなんだっけ、ねぎらうなんだっけように、シャーロットの肩に置かれたエドガーの手は血濡れだった。近づいてようやくシャーロットは異常事態に気がついた。まあ暗かったからね、気づかなかったのかな。警部、手に血が、どうしたんですか。エドガーの顔色は青白く、目はうっとるで焦点が定まっていない。アーサーを、息子を呼んでくれ。え、よりによってそこを、病院に行くより先に。絞り出すようにような声で願いを伝えたエドガーは力尽きたのか前にのめり込む。慌てて駆け寄ったシャーロットが彼を抱き止めた。しっかりしてください、警部。でも俺もうシャーロットに連絡先教えてないよ。エドガーは仰向けに寝かせて、シャーロットはトレンチコートが血で染まっていることに気がついた。そんな、どうして。シャーロットは慌てて傷口を手で圧迫した。傷口を触られる痛みにもエドガーは微動だにしない。彼はすでに意識を失っていた。エドガー。シャーロット取りかかったハンサムに救援を求める。生死の境をさまようエドガーを乗せて病院へと急がせた。
コン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 かな。アーサー調査を終えて事務所へと戻ってきていた。ハリの行方を探るため彼が出入りしそうなパブを回り、貧民街の情報屋と呼ばれる者たちへ接触を図っていた。彼が生きているのか死んでいるのか、生きているとしてどこにいるのかを探っていたのだ。しかし成果は上がらず、調査は空振りだった。日が変わってようやく帰ってきた朝は、眠い目をこすりながらも昨日の朝刊に手をつける。またすぐに今日の朝刊が届くなと実調しながら眺めていると、新聞には例の殺人事件についての見出しが一面に躍っていた。連続殺人事件の新たな被害者か。エドガー・ヒューヒット。これってほらやっぱ。記事を確認した朝は思わず驚愕する。被害者として名を連ねている人物は、あれ違う、大学教授オーブリー・パッテン、開業、そうか、昨日の長官つったもんな、開業医セオスプリング、建築士パーシー・チェンバース、そしてルイス・エマーソンだ。これは僕がハリーさんから依頼されて調査した人じゃないか。あ、これは確定ですね、アーサーさん。ほほー、こりゃ偶然というのはできすぎてんな。そうだね。そうだろう、アーサー。ハリーが行方不明となり、彼から依頼された人々が殺人事件の被害者となっている。もしもこれがグリーンメイスによる工作であれば、今まで通り事故か自然死に見せかけるはずだ。しかしそうでないということは、すなわち、まさかハリーさんが。いや、そんな。よく考えてみな、うん、奴は言ったぜ、どんな手段を使ってもってな。とこれあれだよね、ジャックを捕まえた瞬間をさ、そのハリーは知ってるっていう、そこがでも本当にさっきもハリー言ってたけどさ、それキーポイントだよな。お前に依頼して素性をつかみ、証拠が揃ったら殺す、うん、なるほど、効率がいい、うん、おそらくこいつらの先にいるやつを狙ってるはずだ。殺人の片棒を担がされたな。お、殺人鬼と探偵、いいコンビじゃねえか。あー、またアーサーが病んじゃう。笑い事じゃない、うん、それに確証もない。ハリーさんを見つけ出して話を聞かないと。遅かったな、アーサー・ヒューイット。あ、来た、アーサー。シャーロット、ハリーさんについて話が。エドガー警部が刺されて危篤状態に陥ってます。すぐに病院へ。なんだって。ああ、両親が亡くなっちゃう。来た、ロンドン中央病院。シャーロットからエドガーが刺されたという急報を受けた。アーサー病院へと急いだ。医師の話では運び込まれた時点ですでに手遅れであったようだ。ここは家族だけで、と勇者の言葉にアーサーをうなだれながら、ベッドの脇の椅子へと腰を下ろした。ベッドで眠っているエドガーはお世辞にも顔色がいいとは言えない。呼吸も浅く、胸の上下は不安定だった。あ、じゃあ最後の言葉を、あれか、言って、亡くなっちゃうのかな。現実を突きつけられ、アーサーは改めて衝撃を受けた。いつも厳格な父の弱々しい姿など想像したことすらなかった。アーサーはエドガーに何と呼びかけるべきか逡巡した。これまで彼は父のことを頑なにエドガー警部と呼び続けた。それはかつて起きたメアリーの死をきっかけとする不和の影響であり、偏り仕事を優先する父に対しての皮肉、当てつけの意味合いも込められていた。しかし今は父親が目の前で死に瀕している。そんな状況下でなお意固地になることはアーサーにはできなかった。父さん、アーサーアーサーがエドガーに声をかけることができたのは、二人きりになってから数分経ってのことだった。ゆっくりと目を開いたエドガーがアーサーを見やる。はあ、やめてくれよ。アーサーか、そう呼ばれたのは6年ぶりか。その言い方もやめろよもうエドガーがさ、そのアーサーの呼び方を気にしてたことがわかるじゃん。これだけで、あの日から父さんって呼んでくれなくなったなってずっと気にしてたんじゃん、エドガー。じゃあ、はあ、正気はほとんど失われているというのに、エドガーはいつものように落ち着き払っていた。どうした、びしょ濡れじゃないか。ああ、すぐに体を拭いた方がいい。父さんらしいとこ見せんなよ。雨で体を冷やすのは良くない。ひどい顔だぞ。もう父さんらしいとこ出るな。優しい言葉をかけられたのは子供の頃以来だった。その父親の姿はアーサーにも冷静さを取り戻させた。父さんほどひどい顔色じゃないよ。珍しいね、僕を呼びつけるなんて。そうだな、
どうしてこうなってしまったのか。青白い血色、弱々しい呼吸だが、エドガーは力強くアーサーを見上げる。私立探偵アーサー・ヒューイット、探偵のお前に依頼をしたい。お、言うのかな、ハリーって。捜査に協力してほしいんだ。ある秘密結社の関与している事件だ。父さん、もう喋らない方がいい。体に触るよ。いいんだ、アーサー。自分の体のことは自分が一番よく分かっている。持たないってことですか。今だからこそ直接伝えておきたいんだ。わかった、ちゃんと聞くよ。ありがとう。ことの始まりはサルフ福音教団の事件だった。ごめん、よりによってことの始まりから喋る。もう端的に話せばいいのに、もうエドガーも限界だろうに、なんでことの始まりから始めんの。余裕あるな、お前。エドガーは連続殺人事件の真相をアーサーに明かした。彼が独自に調べてあげた情報と見立てから、連続殺人犯がハリーだということを突き止めたとこと、ハリーの目的が秘密結社の壊滅であること、そのためなら手段を選ばないこと、次の標的がリオピットマンであること、エドガーは心の内を隠さず語った。警官としても友人としてもハリーを止められなかった自分を悔やんではいたが、ハリーのことを恨んではいなかった。悪を裁くため自らを殺人鬼へと変じた警官。ハリーの声は決して許されるものではないが、それが自身の快楽のためでも利己主義からでもなく、度が過ぎた正義感からの行動だと、そう考えていた。これでもこうジャック・ザ・リッパーにもつながるんじゃないの。それでもエドガーはハリーの犯行を黙って見過ごすつもりはなかった。それだが、もう自身の手を止めることはできない。エドガーは自分の意思をアーサーに託すことにした。ロンドン試験の捜査に協力してハリーの犯行を止め、連続殺人事件を解決すること、そしてグリーンメイスの犯罪行為を白日のもとにさらして、秘密結社の構成員と彼らに関与する者たちを逮捕すること。もうめちゃくちゃ喋る俺今。それがエドガーから伝えられたアーサーへの依頼内容だった。毒を持って毒を制する。法の裁きを受けない悪人は殺して報いを受けさせる。アリーさんがそんなことを。まあ思想ではあったけどな。俺もかつて何度も考えたことがある。あ、愛する者を奪われた憎しみから復讐期に身を落としそうになったことも。父さん本当かい。そんな嘘だろう。だから表面上やっぱね、堅くなに頑張ってたんだろうね。表面上は作ろうって。父さんはルールを守ることが大事だって、警官としての生き方を誇りに思ってるって言ってやれ、言ってやれ。言っていたじゃないか。俺がさっき感動したことは言ってやれよ。なんだっけ。なんだっけ、あなたの仕事が好き。ダメだな、なんか言葉足らずすぎて響かんな。それでもだ、人の命というものは重い、それが愛しいものならなおさらだ。母を殺されたお前の気持ちは痛いほどよく分かった。だからこそ己を律し、お前を止めなければいけなかった。そっかそっか、そういう考え方もできるな。死んだ者は復讐をしても喜ばない。そこでエドガーが止められてなかったらね、悲しみね、悲しみすぎて止めることができてなかったら、アーサーもしかしたらね、それこそ犯人を殺しに行ってたかもしんないからな。メアリーは常々正直さが美徳だと言っていた。俺は息子に対してもそれを実践すべきだったよ。ああ悲しかったって。今までのことを謝ったところで何も変わらない。やめてやるよ。すまなかった。あの時俺がメアリーのそばにいれば。いやもうあんまり言うとさ、あんまりそのエドガーのなんていうの、本当の姿をこの段階で見せちゃうと、アーサーがすごい心に来ちゃうから、母さんが死んだのは父さんのせいじゃないよ。すまない。あの日を境にして全てが変わってしまった。お前が瀕死の重傷を負った時でさえ俺は距離を置いていた。そっか、エドガーも行かなかったんだもんな。あのアーサーが処刑の時にさ、あの馬車に引かれたやつ、ずっと迷い続けていたんだ。
お前にどう接すればいいのか分からずに。パパ。僕もだよ。だからずっと避けてた。息子を。後悔しているよ。気づくとお前は大人になっていた。警官ではないが、探偵として町の人たちを助けていた。うん、父親になる機会は失ったが、それでも誇らしかったよ。きっとメアリーもお前のことを誇りに思っているだろう。こんなに話すことも何年ぶりだろうな。あー、やめてよ。こういう時に限って何年ぶりって。エラでもしないと休めないとは、仕事ばかりの人間ではいかんということか。父さん、お前とはもう少し早くこうやって話すべきだった。ああ、いや、機会は何度もあったのに、俺はいつも言葉が足りなかった。俺の方こそごめん父さんでしょう。僕は父さんの警官の息子だ。ああ、もう切り替える。強いな。だからゆっくり休んで。ああ、あとは頼んだぞ。朝ピーッと止まるよ。今鼓動が。エドワーからの依頼は殺人鬼へと転じたハリーの犯行を止めること、そして秘密結社グリーンメイスの壊滅。しかしエドガーを刺した犯人ハリーは未だ逃亡中であった。え、エドガーの依頼を受ける、エドガーの仇を取る、一緒じゃない？え、一緒じゃないですかこれ。ただね、やっぱね、母さんが死んだ時、エドガーが、アーサーがね、まあ、アーサー敵取ろうとしたわけよ、母さんのね。それをエドガーは止めてくれた。自分を偽ってでも、アーサーが敵を取ることを許さなかったから、エドガーは止めたんだよ。じゃあ、ここでじゃあね、エドガーが亡くなって、エドガーの敵を取るっつったら、エドガーの教育が何の意味もなかったんだよ。エドガーの気持ちを何も分かってないことになっちゃうから、もうそれはもう依頼を受けましょう。分かった、父さんの依頼受けるよ。これでね、やっぱもうエドガーの、なんていうの、アーサーに教えたかったことがさ、伝わるんだから。ここで敵取るっつったら、ああ、またこいつは、ああっつってエドガー目覚めちゃうよ。ああ、またこいつがっつって。ああ、頼んだぞ。依頼の承諾を確かめたエドガーはアーサーの姿をまぶたに焼き付けるかのように見上げる。そしてゆっくりと目を閉じた。パパ。アーサー。は？無茶はするなよ。まあ無茶した結果がこれだもんな、エドガーもな。こういう時ジャックなんて言葉かけるんだろうな。力を失ったエドガーの手を握りしめたまま、アーサーはしばらくの間微動だにしなかった。父さん、堅物野郎が、最後の最後まで仕事の話とはな。確かに呆れを通り越して逆に感心しちまうぜ。やがてアーサーは握った手をそっと離し、ベッドへと下ろす。エドガーは安らかに眠っているかのようなように目を閉じていた。アーサーは顔を伏せ、そしてあげた。父親から石を託されたのだ。彼の顔には決意がみなぎっていた。ジャック、行こう。おお、切り替え早っ強っ。ああ、やってやろうじゃねえか。さっさと仕事に取り掛かろうぜ。メンタル強っ。でもジャックもそうなんだよね。ちょっとやっぱここで仕事ついちゃえるのかっこいいよな。行ってくるよ父さん。メンタルお化けだなお前。アーサーは長い眠りについた父親の方をひと撫ですると、ベッド脇の机に置かれたエドガーの持ち物から捕獲用の縄を掴んだ。そのまま脇目も振らず、アーサーは病室を飛び出していく。アーサー、どこへ行くんです？背後からシャーロットの声が聞こえてはいたが、アーサーは振り返らない。彼は居並ぶ警官たちの間をすり抜けて病院を後にした。お、でもなんかちょうど時間もいい感じだな。何このカット、何このカットは？もうちょっと違うカットになっていいかな。ロンドン市街の上空には相変わらず暗雲が広がっている。雨上がり、暗雲には切れ間もあるが、一時の何これ昇降かな状態だ。あ、変わったね。それで
お前さんはどこに行くつもりだ。まあてなわけでカットンはいつものね、いつもの光景に戻ったから、とりあえずここら辺で一旦終わろうかなと思うわ。じゃあ朝日さん。